でお掛かりされているお客様もいるかもしれないんですけども、その分僕たちが外国人の分まで最低パフォーマンスの授業に盛り上げて頑張っていきたいと思いますので、私たちのパフォーマンスをぜひ生で体感してください。続いては正谷つねき、斉藤めぐみ組。出場した大会では常に上位に入る安定した実績と経験を兼ね備えた2人の洗練された演技には注目だ。まあ、ダンスではしっかりしてるんですけど、普段結構天然で、しっかりしてるんでかなり助けられてますね。抜けてる部分がありそうで、意外と、まあ、真面目というか、普通のことに対してはこうきちんとするという印象なので、それがダンスにもいい影響ができるのかなと思います。ちょっとチャンピオンになって、ここでやっていきたいので、一番上を目指して。3組目はエネルギー出発、オリジナリティあふれる演技が魅力の森田凛が小和田愛子組。同じ前半で同じステップを踏んで、あとは違う上のところを一番見せれるというか、2人とも常に楽しくダンスをやりたいというのがあるので、もちろん勝負の世界の中で自分たちの心も変わるんですけど、その前になって続いてスタンダード部門、注目の3組をご紹介。筆頭は前回大会唯一表彰を受けた秋元と本田圭佑組。今最も王座に近いと言われている日本最高峰の実績のある部門は名の付いているのです。もう一個上はもう、今までの積み重ねです。